夢ラジオ第5445回、今日は令和5年8月28日月曜日です。時刻は午前9時、横浜港北、月曜の朝、晩夏の爽やかな朝が広がりました。今日はもやが少しかかっていて、丹沢の向こう、富士はぼんやりとしか見えないですね。港の方もふわっとした感じにしか見えない、そんな朝です。さて、5445回目、今回は大津仙人に関する立花責任、こんなタイトルでお話ししましょう。今更ながらです。大津さんを当初に選んで、そしてあれよあれよという間に、さまざまな手続きを全部完了してしまったのは立花さんです。これが2月のことでしたね。で、なんで大津さんなんですかっていう理由もよくわからない。大津さんをよく知ってる、信頼のおける人なんですかということに関しても、2、3回話しただけだ。こんな感じでしたね、確か。で、大津さんと僕は彼女じゃ、大津さんは僕の彼女じゃありませんみたいな、冗談みたいに言ってましたけど、そんな仙人の仕方を立花はした。で、その大津さんを当主にした。で、大津さんなりに頑張ってたんだよ。それはね、彼女が泣きながら言ってた、もう自分の家も解放して女の子たちとワイワイ話せるそういう場所にしようとした。あれは本当にその通りだと思うよ。今、大津さんも悪者みたいになってるけど、頑張ったんだ。で、それを、黒川を支えようとしていた、間違いない。だから黒川さんはね、今立花さんのことをもうむちゃくちゃ言ってるし、立花と呼び捨てしてますよね。で、この立花黒川っていうのが今もう裁判沙汰になりつつあり、で、大津黒川っていうのも手切れになったようです。がですよ、立花さんが3月の終わり頃に急に言い出した、やめてくれと、大津黒川やめてくれと、取り付け騒ぎって言ってましたよね。あれが非常にまずい、そういう動きでした。まあ、今振り返れば。で、本当は取り付け騒ぎなんか起きていないのに、でしょ、立花が取り付け騒ぎだと言い始めて、なんで取り付け騒ぎが起きてるかというと、大津黒川に信頼がないからだ。大津さんにお金貸す人手を挙げてゼロ、立花だったらお金貸す人手を挙げてみたいなやってましたよね。だから金やるから返してくれと、しかも大津さん頑張れよって言って持ち上げて1ヶ月も経たないうちにこんなことしてる。で、立花としては大津ごときの女ならすぐに返してくると思ったんだろうね。で、黒川も言うこと聞くと思ったんでしょう。けれど、そのやっぱやり方が悪かったよね。みんなの前で大津さんなんかして、で、大津黒川じゃ信用がない、プラス、まあ、大津黒川のパーティーでしたか、資金集めのパーティー、女の子の選挙にお金がいるっていうんで、あの気持ちも、大津そして黒川の2人で出てたあの映像っていうのは本当に女の子を助けようと思ってのことだったでしょう。それで利益を得ようというそういうものではなかったけれど、立花がまたややこしいことにパーティーやってもいいよっていうふうに言ってはいたらしいんだよね。言ってたと思いますよ。自分でも言ってたから、パーティーはやってもいいんだけどと。で、パーティーやるとなった途端、なんやこれは参政党と一緒やないかと噛みついてきて、だから大津黒川としては立花を信頼してついていこうとしてるのに、その立花が急に怒り始めて、それで、お前らじゃダメだということで、
どいてくれみたいな、そういうことを言ってきたから、それでこじれたんですよね、結局。で、立花さん、ここまでの独裁やるんだったら、代表権なんか渡しちゃダメなのに、渡しちゃってる。だったら、それを、ほいと返さないよ、やっぱり。ここまでこけれされたんなら、こっちもやれるだけのことやるぞと。しかも、大津さん的には、その、当主で、その、出入りしていた3週間ぐらいの間に、その、立花の、改革悪をですね、大津さんなりに、大津さんが言う悪をその見たらしく、これはこのままほっといたらあかんいうことで、それで今代表権争いしてるわけだ。だからね、やっぱり取り付け騒ぎだって言ってことを勝手に大きくしたのは立花なんだよ。自分でも言ってたでしょ、取り付け騒ぎは僕が起こしましたみたいな。何とでもなると思ったんだね。けれど今何ともならない。もう N 国党と呼ぶのか48党と呼ぶのか分かりませんが、何にもできない党になっちゃってる。本当は今衆議院選挙へ向けて候補者選びとかやらなきゃいけない。そして支持者や他の人たちをワクワクさせて巻き込んでいくことをやらなきゃいけない時でしょ。参政党はフェスティバルもうすぐやりますよ。来月。何やってんですか、N 国党は。裁判ですよ。不毛な。で、それにリソース取られて未来が全く見えない。何もできない。で、これがある意味大津黒川の、まあ、戦略なんだろうね。黒川さんに対してもお金が欲しいんでしょと交渉しましょうよ黒川君という、こういう感じでした。そりゃ黒川サイドとしたら怒りますよ。最後の最後ではもう二度と戻ってくんなとかって総会から追い出してましたね。まあ翼の党のその後のその後の手法というか、なんか凱旋やって押しかけて相手に迷惑かけてそれを YouTube にアップするっていう、あれもまあ褒められたものじゃないけど、立花さんもうちょっとやり方あったんじゃないのかな、他に相手の気持ちを考えるような。先を急いだのかもしれないけど、結局先を急いだ挙句未来が閉ざされてしまいました。やっぱ人の気持ちを考えなかったからっていうのが大きいと思うよ。しかも今回のテーマ、大津選任に関する立花責任って取ってるのか。立花さんはその大津さん持ってきて、それで結局こんな風にむちゃくちゃなってることの責任取ろうという気あるんだろうか。それ聞きたい。で、そういう立花の責任を追及するような、そういう動きがあるわけないよね、今の党内に。完全に停滞しちゃってるわけですよ。でも全くトンチンカンに、いつ来るか分かんない衆議院選挙のそれこそ準備を着々と始めなきゃいけない時に、全くトンチンカンに参政党裁判とかまだ言ってる。まだ参政党裁判なんか言ってる。次の衆議院選挙どんな大物連れてくるんだと、どんなことを政策として打ち出すんだと、もう何もない。大津さんとしてはもう自分にそれほど政治力がないっていうのは最初から分かっていて、だからある意味では立花の手のひらで、まあ、政治をやるっていうのは一定程度大津も了解してたでしょう。だって実力がないんだもん。で、立花さんにサポートされて頑張るぞと。ところが、その立花がね、はしごポンと外して、これで大津さんの顔を泥塗るようなことをみんなの前でする。そしてそれを立花さんがアップする。黒川さんに関しても、まあ黒川さんとしては幹事長としても全力でやろうと思ってた、それを、やっぱり無視して、それでバカにして、それは、黒川としても怒るよね。
あんなことやられたら。で、今振り返っても起きなくてもいい取り付け騒ぎだったじゃないですか。で、一旦君らに任せたと、代表権まで渡したんなら、もう少々のことがあっても君らを守るの俺だからって言って、ドーンとやりたいようにやってみいっていうふうにやるのが立花だったんだよね。渡したんだから、大津黒川に君らでやってみいって言って、20日ほどで返せ、君らだったら金が出ていくばっかりやと、そこにもう言いがかりつけたんですよ。確かにちょっとお金は出てたんだけど、騒ぐほどのことじゃない。しかも立花は自分で、僕だったらお金なんぼでも集められる言うてるんやったら怖がることないじゃないですか。まあもちろんね、大津黒川による資金パーティーの時に出てきたそのパーティーメニューがですね、まあ伝えられるところによるととんでもない内容だったっていうのはあるかもしれない。まあ、でもそれは、まあ黒川大津のね、大津黒川のサイドがよく言ってるように、あれはなんとなくどういうことやろうかなっていう時にちょっとアイデアで出ただけで、あれをやろうだなんて思ってやしないとかっていう、まあそういう言い訳もしてるし、まあ多分やらなかったんじゃないだろうか、ひょっとしたらやったのかな、だからこの辺もおかしな者たちが集まってたと、48棟にはね、言わざるを得ません。呼んできたのは立花さんなんですよ。九十九里町のなんか選挙があって、立花さんが最終日かに現地に行って、なんか応援演説といっても、自分の NHK とのこれまでの戦いとか、そして今度町長選挙に出るあのお方がどれほど優秀かっていうのをお話しなさってましたね。聞かせる演説でしたよ。私も聞きましたが、そんなこと言うんだったら、なんで大津にそもそも代表権渡したんだと、よく知らない女に、その責任取れやって言いたいよね。で、その優秀な人だっていうふうに言うんだったら、その人持ってくればよかったのに、なんで知らない大津持ってくるんだと、こんないい人がいるんだったら、まあ48と女子、若い女が当主の方がいいと思ったのかもしれませんね。立花さんは責任取るべきですね。もう党が完全に止まっちゃってる、多くの人が迷惑かかってる。で、緊急記者会見が、もう緊急記者会見やりますの発表からもう1ヶ月くらい経って、緊急じゃねえじゃねえか。あんまり期待できないなと私は思っております。残念ですよ。それなりの爆発力を秘めた党であっただけにね、こんな風になっていくのは、大津さんや黒川さんだけを責められないと思う。立花さんのやり方は本当にまずかったと思う。お二人に対しては。まあもちろん大津黒川もおかしなやつらだといえばそうなんですけどね。立花さんよくこの世の中はバカばっかりだみたいな、バカの数の方が多いみたいなこと言ってますよね。けど最もバカなことしちゃったね。自分で汗と涙の結晶みたいな塔を作って、おいで乗っ取られたという。人をバカ呼ばわりするとこうなるのかなという気はします。夢ラジオ、今回は立花さんについてお話しました。ありがとうございました。